霊を呼び起こす禁忌の行為、これで何か起こったとしても自業自得なのかもしれない。ここは江戸時代、死刑が執行されていた場所である。そこで撮影者たちは許されざる行為をしようとしていた。ネットでしょ、ネット。
お分かりいただけただろうか。画面左に注目してもらいたい。ネットでしょ。それではもう一度ご覧いただこう。決して都市伝説などではなかった、その瞬間を。形状跡であるこの場所で深夜手を叩くとそれは出てくる。白く浮かび上がった女性の姿、それはこちらを振り向いているように見える。この場所を訪れてから撮影者たちの身に特に変化はないというが、禁忌の行為、決して行ってはいけない。この世には興味本位で行ってはならないことが存在する。その分別がつかず境界線を踏み越えたとき、恐怖が襲いかかる。インターネット上に出回るある噂が真実か試そうとする若者たち。これはその様子が収められた映像である。かかるから、マジか。ネットで拾ったもん。ネットで、うん、ちゃんと掲示板にこれかけた人は呪いの番号に呪われて、でなんか動けなくなるんだって。なんでさ、動けなくなったのにさ、ネットにまず貼ってあるわけ。わかんないわかんない、そこはわかんない。わかんない。いや、ちょ、本当本当らしいの。いやいやいや、でもね、でもやめといた方がいいと思う。いや絶対やめといた方がいいと思うよ。やばいね。いや、それ無駄な時間、そういうの、本当に。マジで。平気平気。何その映画も気持ち悪いの。ねえねえ、いやーねえ、待て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 手震えてきた。ねえ、お前ほんとやめとけ。お前ほんとやめとけ。うわー、気持ち悪い。何やんねんか、来てんの。かかるかな。いや、もう。怖いな、絶対かかんないから。絶対かかんない。もういい。かかった、おい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 。マジで。出た、出た、出た。ねえ、お前ほんとにやめと。もうやめと。もう冗談。なんか変な声聞いた。ねえ、お前変な声聞いた。ほんとに、ほんとに。キモいんだけど。え？やめ、お前嘘つけ。お前嘘だ、嘘だ、嘘だ。やばいやばい。ちょっと、何？気持ち悪い。やばいやばいやばい。うわ、もう無理だ。お前も無理だ。もう見てね。これマジもう。気持ち悪い。もういいじゃん。もう、もうすんだし、もう帰る。帰ろよ、もう。おい。もう帰ろよ。おい。お分かりになっただろうか。受話器の向こうから聞こえるものに怯える撮影者、そして電話ボックスの中では、もうやめろ、もう冗談。なんか変な声聞いた。ねえ、変な声聞いた。本当に本当に、キモいんだけど。え？キモ。やめ、お前嘘つけ。お前嘘だ、嘘だ、嘘だ。気持ち悪い。やばいやばいやばい。うわ、もう無理だ。お前も無理だ。もう見てね。これマジもう。気持ち悪い。もういいじゃん。もう、もうすんだし、もう帰る。帰ろよ、もう。おい。もう帰ろうよ。おい。
それではもう一度ご覧いただこう。逃げる撮影者が襲われるその瞬間までを。噂通り、その空間だけまるで時間が止まったかのように動かない友人。そんな彼を置き去りにし逃げ出すが、次の瞬間、撮影者にも恐怖が襲いかかる。よーく見てみると、突進してくるのは動けなくなっていた友人。あの電話番号は、一体どこにつながったのだろうか。男女がこっくりさんをしながら撮影した動画。遊び半分で始めたこっくりさんだったが、異界から何かを呼び寄せてしまう。ございました。鳥居の位置までお戻りください。こっくり様ありがとうございました。鳥居の位置までお戻りください。よくねえよ。戻る。よかねえよ、マジかよ。うわ、テンション下がった。何か聞きたいこと。ありがとうございました。どうぞお戻りください。
目離していい？もう大丈夫？うん、もう大丈夫。おお、すげえ。もう一度ゆっくりご覧いただこう。男性の手が指先から徐々に黒ずんでいく。こっくりさんによって呼び出された何かが男性を侵食しているのだろうか。自らの過ちで招いたことだが、男性の身を案じるばかりだ。ある地域に伝わる降霊術を試みた大学生、撮影者を巻き込み亡くなった叔父を呼び出そうとするが、何書いてんの？い、うん、いん、わかんない、この字書けって言われて、あー、いって、アメリカ、いって、あー、いって、いって、これで何にも起こらなかった、俺嫌なんだけど。だから何すんの今日。だから、なんだっけ、降霊術？降霊術？うちのおじさんを呼びますよ。あ、言ったっけ、うちのおじさんさ、交通事故で亡くなったの。あ、そうなの。そうそうそう。しかも結構原因がなんかよくわかんないらしいんだよ。あ、聞いて、どういう事故だったのかっていう、うん、あ、なるほどね。そう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 。で、なんかこんだけやったらね、素人でも呼べるらしいんだよ。お前ほんと信じてね。いやいや、そんなの。じゃあ俺のおじさんに会ったら言えよ、マジで。こうその事故の詳細聞いて。ああ、いいよ。俺多分意識飛ぶから。ああ、オッケーオッケー。意識飛ぶぞ。意識飛ぶ。だって降りてくから。俺どっか行っちゃう。あ、香りにね。そうそうそう。なるほどね。よし。降りください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 。はい、ありがとうございます。はい、何もしませんね。違う、あれだよ。ありがとうございました。今多分うちのそのおじさんね、便所行ってんだよ。はい。もう一回やろう。あっちに便所ってあんの？いや、わかんないけど。俺できるって聞いたんだけどな。もし、もう一回行ってんのよ。もう一回やんの？もう一回ね。ん？ちょっと待って、なんかね、寒いんだけど。あの、もう本当にね、いいから、いいから。いい、もういいから、いいから、ね。飯食いに行こう。お分かりいただけただろうか。画面右に注目してほしい。いい、もういいから、いいからね。
飯食いに行こう。もう一度ゆっくりご覧いただこう。失敗したかに思われた高齢術だが、いきなり震え出し奇声を上げ始める友人、そして何もできない撮影者のカメラに映ったのは女性の霊だった。そう、確かに霊は降りてきた。友人の望みとはかけ離れた霊が。罰が当たるという言葉があるが、人の命に敬意を払わない者には天罰が下るのは当然のことなのかもしれない。世の中には亡き者への思いが断ち切れず前に進めない人間が数多く存在する。これはそんな思いを踏みにじるインチキ霊媒師が罰せられる瞬間が収められた映像である。息子です。息子さんね。はい。いくつかしら。3歳です。3歳か。はい。まだ小さかったのね。じゃあ始めさせていただきます。くれるやつ、あれが食べたいな。僕遊びに行きたい。どこに行きたいの？ね、海。海、うん、お魚がたくさんいるでしょ、うん、海行きたいな。じゃあ、ママとパパと3人で行こうね。すいません、もしかないですか？そうですか。パパって言いましたよね、今。どうしました？ごめんなさい、ちょっと今戻ってきたんですけれども、今はちょっと降りてきたの息子さんだったのね。息子です。ごめんなさい、今ちょっと疲れちゃったので、今ちょっと席外していいかしら。ちょっとごめんなさいね。
確かに聞いてた話と違うんですけど、さっき、うん、あの好きな食べ物とかも、うん、違くて、ハンバーグが好きだったんですけど、まあでもそれはもう、と、その小さい時に私ちょっともうすぐ別れて、私とだけだったんですけど、だから先生はさ、もうだから。お待たせしました。本当に大丈夫なんですか？大丈夫です。あ、何か、もうさっき言ってることがちょっと違かったんですけど。ああ、ちょっとさっきはね、ちょっと調子があれかな。今度は大丈夫です。もう一度やらさせてください。行きます。お分かりになっただろうか。画面奥に注目してもらいたい。それでは、もう一度ご覧いただこう。霊媒師に襲いかかる無数の者たちを。はじめは、インチキを疑っていた依頼主の女性。しかし、それが先ほどまでとは違うのがすぐに見て取れる。そして、男性がカメラを横切った次の瞬間、霊媒師の女性を取り囲むような数本の手、女性らしき顔も確認することができる。この霊媒師を襲った恐怖は、人の死を冒涜した者への当然の報いなのだろう。とある占い師に恋人との関係を占ってもらおうとした女性。しかし占い師には別のものが見えていたようだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ましたかね。はい。今日どうでした。今日は電車と駅の駅そこから見に来ました。何分かかった。
両親の他人で。はい。上にお兄さんがいて。はい、います。そのお兄さんとあまりうまくいってないね。お兄さんとの問題をなくさないと恋愛うまくいかないよ。何があったか話してもらっていいかな。すごい向いてるね、ちゃんと。お分かりいただけただろうか。水晶玉の中に注意してもらいたい。もう一度ゆっくりご覧いただこう。水晶玉に映る苦しげな表情の男の顔。そもそも占い師の発言も態度も女性の相談内容とは食い違う。彼には一体何が見えていたのだろうか。突如泣き出した女性には心当たりがあるのだろうか。これはある超能力実験の様子を撮影したという映像らしい。白い部屋、白い服の男性、謎のオブジェ。何もかもが不可解な状況で、さらに巻き起こる不条理。お分かりいただけただろうか。連続して起こる怪現象の最後。
う一度ゆっくりご覧いただこう。この実験はある意味で成功してしまったのかもしれない。テーブルのオブジェが勢いよく飛び跳ね、同時に落ちる照明、暗闇の中で聞こえる絶叫、そして明かりがつくと同時に逃げ出した男性。そこに現れたのは狂気をまとった怨霊だった。この降霊術の詳細は知らない方が身のためだろう。自分の部屋で心霊現象に悩まされているという学生。気休めにでもなればと素人じみた魔除けを試みた結果、信じなくてもいいから、もう来いって、頼むって、いいじゃん。なんよくそれ、まあ、もういいから来いって。お分かりいただけただろうか。慌てる学生の後ろに注目してほしい。信じなくてもいいから、もう来いって、頼むって、いいじゃん。なんよくそれ、まあ、もういいから来いって。もう一度ゆっくりご覧いただこう。学生に迫る異界の足音。部屋の四隅に配置した簡素な盛り塩、その一つが焼け焦げたように黒ずんでいた。そして取り乱す学生の後ろに現れた青白い足。この悪霊に見入られたであろう学生とは連絡がつかない。心霊現象に悩まされているという男性がとある場所へ相談に訪れる。悩みである霊現象の相談、目的はそのはずだった。だがそこでもまた彼の悩みは深まるだけだった。まあちょっと君からもしかしたらちょっと伺ってるかもしれないんですけれども、僕がですね、最近写真を撮るとですね、何かしらこうちょっと変な写真が撮れちゃうというか、まあ、なんか写ってるんですよね。なんか人とかではないとか、そういわゆるこう、まあ、霊的なとか、なんかそういうんではないんですけど、こう黒い影とか、 なんか白い光とか、あとなんかオーブっていうんですかね、なんか人玉みたいな光みたいなとか、
特にそういうの今もなかったんで、それがちょっとまあ映ってまして、それでちょっとやっぱさすがにあのまあすごく頻繁に映るんですよ、でまあ本当にスマホで撮ってもあの普通のデジタルカメラで撮っても映ってしまうので、それで、ね、ちょっとまあなんかあるのかなと思って、ちょっと映ってもいいですか。あ、一応こんなこの中に入っているやつはあるんですけども、ですね、ちょっと待ってください。これとかこれとか、ああ確かにそう、ああ、はいはい、はい、それでまあちょっとこれ見ていただければと思って、あの別にその何でしょう、こう特定の場所を映した時に映るとかじゃなくて、あ、どこを撮っても映っちゃってるんですよ、ね。特にそういった場所が有名な場所とか、なんかそれ的なものとかではなく、そうですね、行ったこと、まあ特にそういう行ったこともないですし、わかりました。じゃあそういったことじゃ、とりあえずこの部屋一枚か何枚か撮ってみましょうか。はいはいはい。どうしたらなんかあるかもしれないですか。そうですね。普段もなんか4、5枚撮るとやっぱ1枚とか入ってるんですよね、変な字。あ、これっていうこと。そうです、そうです、はい。確かに。なんですか、ちょっと映り込んでますね。これ他の方かな。ああ、パッと見はなさそうですけど、これちょっと気になりますね。はい、そうですね。じゃあちょっともう一回、じゃあ塩ちょっと巻いて、もう一回ちょっと取ってみましょうか。はい。じゃあちょっと塩を。そうですね。ちょっと待ってください。ああ、怖い、怖いですよね。いつぐらいからだったらいいんですか？ 1 ヶ月ちょっとだと思うんですけど。あ、なんか塩これ。まあ、なんか、それ前に、もしかしたら前も取れてたかもしれないんですけど、全然ちょっとその辺は、まあ、確認したら、もしかしたらもっと。お分かりいただけただろうか。鏡の中に注目してほしい。ちょっともう一回、じゃあ塩ちょっと巻いて、もう一回ちょっと取ってみましょうか。はい。じゃあちょっと塩を。そうですね。ちょっと待ってください。ああ、怖い、怖いですよね。いつぐらいからだったらいいんですか？ 1 ヶ月ちょっとだと思うんですけど。あ、なんか塩これ。なんかそれ前にもしかしたら前も撮れてたかもしれないんですけど、全然ちょっとその辺は、まあ、確認したらもしかしたらもう一度ゆっくりご覧いただこう。例の怒りはカメラにも向けられる。鏡の中に現れた性器のない女性霊、そして消えたと思われたすぐ後、カメラに向かって襲いかかる。この霊は相談者の男性についてきたものなのだろうか。彼女の恨みはもしかしたらこの映像を見たもの全てに向けられているのかもしれない。誰もが一度したり見かけたりしたであろうコックリさん。しかしそれはあまりにも危険な遊びだった。いや、まだもういい、もういい、まだまだもういい、もういいとか、もうお戻りください。コックリさんにもういいとか、もう分かった、もう分かった、受け止めた、俺受け止めた、分かった、そういうことなのね。
ッケーオッケー。コックリさん、クブリさん、鳥へお戻りください。次、おさんが、次じゃあ、なんだろう、やっぱうん、何いや、あの子やっぱり、女絡み、そう女絡み、いや、彼氏とかいんのかなってすごい思ってさ。あ、そう、うん、え、そんな名前だっけ。うん、あれそうだよ、なんか、ちゃんとかそんな名前だったっけ。いや、うん、あれちょっとおかしいな、あれおかしいな、俺あれだ、とりあえずうん、じゃあじゃあ、うん、コックリさん、コックリさんに彼氏はいるのでしょうか。そうね、そうね。誰が起こしてる。いや、俺じゃないよ。うん、マジで。え、俺押してないよ。オッケーオッケー。コックリさん、コックリさん、鳥居にお戻りください。うん、あれ？あれ戻った？さっきまで戻ってた。あれ、さっきまで会長だったのに。誰か動かしたっしょ。動かしたっしょ。うん、ちょっとでも、マジ頭痛くなってきた。え、どうしよう。マジでマジ。いいなんで、なんで、あ、ちょっと気分悪いわ。お前のコックリさんなの。シャレじゃなく、いや、マジでマジで、シャレじゃなく、シャレじゃない、いや、まず戻した方がいいんじゃない。でも、え、ちょっと鳥に、これちょっと戻さない、鳥に戻してください。ちゃんと、うん、一応やった方がいい。自発的に動かす。いや、ダメだよ。じゃあ、一応ちゃんとやってたの。じゃあ、コックリさん、コックリさん、鳥にお戻りください。あれ戻んない。いや、マジで、でも、ほんま、ちょっとマジで気分悪いな。どうしよう。大丈夫、大丈夫。今、話していいの、話していいの。いやいや、ダメしょ、ダメしょ。うん、話したらマジで、はい、マジで気分悪いな。ちょっと気分悪い、横になっていい、マジで。え、そんなに、それじゃなくて。マジで、マジで頭痛い。え、何それ、マジで気分悪い。え、それ、一回、やめようよ。いや、やめ、マジで。どうして、横になっていい、マジで。え、大丈夫か、お前。え、マジで、それじゃなく。え、マジで、マジで、マジで頭痛い。どうしてそんなに。ちょっとこれ、やめた方がいいの。お分かりいただけただろうか。体に変調をきたした男性に注目し、じっくりとご覧いただきたい。え、そんなに。それじゃなくて、マジで、それで、マジで頭痛い。え、何それ、マジで。ちょっと一回、じゃあやめようよ。やめ、マジで。え、ちょっと横になっていい、マジで。え、大丈夫か、お前。え、マジ、それじゃなく。え、マジ、マジで。マジで頭痛い。え、どうして。え、どうして、そんなに。ちょっと、これ、やめようか。やめた方がいい、これ。え、やめた方がいいの。え、これ、やめた方がいいの。おおおおおおお。今一度。じっくりご覧いただきたい。連れ去られるように男が忽然と消えてしまった。男は別の場所で発見されたが、未だに体調が優れないという。コックリさんは現実と霊界をつなぐ危険な遊びであることを忘れてはならない。霊に取りつかれた、そう訴える娘を心配し、両親が呼んだ霊媒師。これは半信半疑の家族が密かに撮影した除霊の一部始終である。苦しませていい道理はないぞ。それに
にお前はこの人の中にいたって救われん。これからお祓いしてあげるから、この人の中から出ていきなさい。ここはお前のいる場所ではないぞ。よいか、かしほい、はらいたおれ、すくいたんぼれ、きよめたおれ、みたまにあらん。かしほい、かしほい、はらいたおれ、すくいたんぼれ、きよめたおれ、みたまにあらん。かしほい、かしほい、はらいたおれ、すくいたんぼれ。お分かりいただけただろうか。女性の背後に注目し、じっくりとご覧いただきたい。これからお祓いしてあげるから、この人の中から出ていきなさい。ここはお前のいる場所ではないぞ。よいか、かしほい、かしほい、払い倒れ、すくい倒れ、清め倒れ。今一度じっくりご覧いただきたい。やはり女性は霊に取り憑かれていたのか。狂言だと疑っていた家族はこの映像を見て愕然。女性は久しく消えていた笑顔を取り戻したという。かつて火攻めにあった城跡で行われるとある祭りを訪れた同行者。観光気分でカメラを回していたが、分かりいただけただろうか。炎が燃え盛る中、一瞬映るものがある。
もう一度ゆっくりご覧いただこう。画面いっぱいに映し出される苦悶の表情を浮かべる顔、その隣には何かにすがるような無数の手、かつて火攻めによって失われた命が怨霊となって現在もさまよっているのだろうか。携帯で調べながら心霊実験こっち来いを行う若者。こっち来いとは、部屋を暗くし火のついたろうそくを持ちながら霊を呼ぶようにこっち来いこっち来いと動き回り、火を消したら狭い場所に隠れ何かが起こるのを待つというものである。
お分かりいただけただろうか。画面背後にある押し入れ周辺に注目してほしい。それではもう一度ご覧いただこう。何も起こらずして終わったかのように見えた心霊実験。しかし背後の押し入れにはこちらを睨むような怨霊の姿が。さらにその横のドアにも張り付く手のようなものがはっきりと映り込んでいる。招くべきではない客を自ら招いてしまった男性。このあと何があっても自業自得なのかもしれない。世の中には冗談半分でも絶対にやってはいけないことが存在する。これもそのうちの一つだったのだろう。呪いたい人間の髪の毛を十字型にした割り箸に巻きつけ、ろうそくの火を消すことなく燃やし切ると不幸が起こるという呪いの儀式。撮影者たちは禁断の実験を始めようとしていた。燃やすとそいつに呪いがかかるっていう話なんだよね。よくわら人形みたいなやつか。そうああいうのと一緒。どうやって知ったんですか。いやネットで出てんだよそういうの意外と。ああ好きなやつ好きそうだもんな。あれ見てさ、すげえ信憑性高かったんだよねこれ。お前も好きなんだそういうのな。これ、あいつの髪の毛とっついちゃった。マジか。うん。すっげえ。めっちゃ重いしたよ。めっちゃ重くね。ほら。めっちゃ、うわ、気持ち悪い。なんで、どうやったのそれ。いや、秘密に決まってんだろ。もうやったんだろ。やらないよ。何わけわかんなくってんだよ。じゃなかった無理じゃねえ。いや。だって俺絶対触れねえし。やりたくもないでしょ。うん。気持ち悪い。無理。うん、ちなみにね。これ火につけて燃やすのさ。それ燃やすんだけど全部燃えなきゃ意味ないらしいね。まあそう。そう燃やさなきゃいけないからさ、変なとこでやっとくとダメなんだよね。いけるか。なんとなんだろ。聞くのか本当にこんなの。わかんねえ。信憑性が高そうだけどさ。本当かどうかの結果は載ってなかったから試してみようって。でね、これ一つ難点があって、万が一燃え切る前に火が消えるとやってる人に乗れかかるの。マジか。そういうデメリットが。そうあったよね。だからこの場合俺に何かがあるかもしれないわけ。おい、え、消すなよ。これをやるなっていう話をしてる。やれって言ってはない。これまだやってないからね。やめてもらっていい？これちょっと心臓悪いよ。本当に。今のでアウトだったら俺どうしようかな。いや、今のでアウトかもしれない。マジ？これの準備段階からもしかしたらダメかもしれない。でもそんなこと書いてなかった。やって始めて燃えてる最中に消えるとダメらしい。あ、そう。というわけで、やってみよう。やめろよ。今のやめろよ、本当に。お前消したろ。やってないよ。そうだろ？お前。いや、俺やってねえよ。さっきやったじゃん。いや、もうやるな、ちょっとやってない、やってねえよ。マジかよ。まあでも今んとこなんもねえけどな。なん
変なのが増えてきたよ。そんな感じでね。お分かりいただけただろうか。割り箸を手にする男性に注目してもらいたい。お前消したろ。やってないよ。そうだろ。お前。いや俺やってねえ。やったじゃん。いや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 、もうやるなって。やってない。やってねえ。マジかよ。まあでも今んとこなんもねえけどな。それではもう一度ご覧いただこう。ろうそくの火が勝手に消えてしまった次の瞬間、それは姿を現す。明らかにこの世には存在しないものが男性の背後から姿を見せる。それは一瞬の出来事。現在撮影者たちは平和に暮らしているというが、実験に失敗した者に訪れるという不幸。今後、彼らの身に何かが起こってしまうのだろうか。これからご覧いただくのは、噂の都市伝説を検証するもの。深夜、とある階段を13段上り、振り返ると少女の霊が立っている。この都市伝説は本当か、検証の一部始終をご覧いただこう。この先にある階段をですね、13段登って振り返ると少女の霊が立ってるっていう噂があるんですよ。なので今日はそれを検証してみたいと思います。行ってみます。もう早速ここです。この階段です。この階段を13段登ると、登って、振り返ってみたいと思います。では早速行ってみます。行きます。1段、2段、3段、4段、5段、6段、7段、8段、9段、10段、11段、12段、13段。それでは、振り返ってみたいと思います。あれ、何もいませんね。あなたは気づいただろうか。カメラがブレている数秒間に注目し、今一度ご覧いただこう。それでは、振り返ってみたいと思います。これか。あれ、何もいませんね。今一度ゆっくりご覧いただこう。残念ながら
少女の霊をはっきりカメラに収めることはできなかった。しかし女性の足のようなものを一瞬とはいえ捉えた。ただならぬ気配にカメラを離してしまったのが悔やまれる。実はこの後何度も検証を繰り返したのだが、霊らしきものは現れる。